はい、どうも皆さん、こんにちは、ひでチャンネルです。真似して書くだけで全身の書き方が楽に身につく簡単クロッキーシーズン3、13日目。準備はよろしいでしょうか？それではやっていきましょう。
はい、どうも皆さんお疲れ様でした。全身の書き方が楽に身につく簡単クロッキーシリーズは、全身をうまく書けるようになりたいけど何から書いていいのかわからない人や、書き始めるまでついダラダラしてしまう人におすすめの練習動画となっています。1日10分だけでも毎日続けることで全身の書き方が身につくと思いますので、ぜひ過去の動画と合わせて毎日の練習に活用していただければと思います。過去の動画は再生リストからまとめてご覧いただけますので、全身がうまく書けるようになりたい人はぜひチェックしてみてください。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、またポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。またひでチャンネルオンラインサロンでは、平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会やイラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと一緒に勉強したい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。ライブ配信を切り抜いて見やすくまとめた動画をサブチャンネルで公開中です。イラストメイキングの部分をサクッと見たい方はぜひサブチャンネルの方もチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。